リーゼロッテのワクワクマジカル紹介始まります。今回はちょっと珍しいお客様をお招きしていますよ。こんにちは、アイシアです。アイシア様はハルト様が契約している人型精霊なんですよね。ハルト様は一緒じゃないんですか？うん、今日は一人になりたい気分なんだって。あ、なかなか意味深な発言ですね。ではアイシア様にもご協力いただいて、第一期に登場した重要人物をご紹介していきましょうか。わかった、任せて。一人目は皆さんのおなじみのセリアさんです。12歳の頃から学院で講師を務める天才魔導士で、伯爵家の御令嬢で、学院時代の孤独なハルト様が心を許せる唯一の存在だったみたいですね。さすがはメインヒロインを自称するだけのことはあります。この時の私はハルトの中で眠ってたから、セリアがいてくれてよかった。そして二人目は狐獣人のラティーゴちゃん。もともとは貴族の命令でハルト様の命を狙う暗殺者でしたが、ハルト様によって助けられ、いつの間にか妹ポジションにまで。こちらもなかなかのヒロイン度ですね。ヒロイン度？リーゼロッテもハルトのヒロインになりたいの？え？それはここではちょっと。アイシア様はなかなか一筋縄ではいかないヒロインですね。